はい、おはようございます。ヨネちゃんでございます。はい、今日はね、下北半島のね、真ん中あたりにあるね、小川原湖っていうところにね、行ってみたいと思います。昨日の夜はね、昨日までね、一緒に旅をしていた、妻のね、残りががね、あったためね、昨日の夜こそね、雨に見舞われましたがね、今日の朝はね、妻のね、残りがもなくね、しばらくの間はね、晴れが続くものと思われます。とどんつきにね、小川原湖が見えております。ちょっとね、観光があるかどうか、散策してみたいと思います。今日もよろしくね。はい、こちらがね、小川原湖公園っていうところでね、青森県のね、東北町にあります小川原湖です。冬はね、ワカサギ釣りとかね、そしてね、今の時期はね、ほらシジミ漁がね、盛んでね、とってもシジミが美味しいらしいですよ。まあ、シジミなんても料理のしようがないんでね、私は、シジミは食いませんけど。あ、展望台がある、ちょっと行ってみよう。はい、日本でね、11番目の広さを持つね、小川原湖っていうところに来ています。シジミ取ってる人もいればね、水浴をね、親子で楽しんでる人もいます。海岸がね、まだ霧がかかって見えないんですがね、見た感じね、ものすごい広そうですね。はい、ちょっと一周できるか一周してみようか、せっかくだからね。はい、はい、ここにね、分かりやすい地図がありました。これが青森ね、全体の地図でね、一昨日はね、ここの十和田湖にいました。それで、今はそれの右上ですね、この小川原湖っていうところに来ていてね、あ、まだ下北半島の方に行ってないんだね。はい、じゃあ今日はね、ここからね、ずーっと上の方に上がって、尻屋崎灯台あたりまで行けやら行かれるかな。まあ、いけね、泊まるとこがないね。まあ、そっちの方までとりあえず行ってみたいと思います。はい、湖畔沿いね、道があるんですが、すごく狭い道なんでね、やめてます。あとね、目の前のね、線路はね、青い森鉄道っていうね、洒落た名前のね、鉄道が走ってますね。常にね、2両編成でね、走る可愛い電車でしたよ。はい、じゃあね、次のね、道の駅にね、道の駅を目標にしていく。ほらね、晴れたでしょ、あの雨女め、俺一人になった途端晴れた、晴れたね。ね、三沢市に入りました。結局ね、小川原湖っていうのはね、周辺のね、観光スポットはなく、キャンプ場とか、あとは総合体育館とか、野球場とか、そういった施設がね、あの湖畔沿いにね、集結するような感じでね、私みたいな観光客がね、楽しめるようなところはね、ありませんでした。まあ、唯一ね、湖水浴場っていうね、温泉施設があるみたいですがね、だから小川原湖はとりあえず観光はやめて、道の駅に行って、ちょっとね、この三沢市のね、観光のね、情報を得たいと思ってます。急に思い出してね、この辺出身のね、同期のね、女性の方にね、ちかちゃんっていうんですがね、電話したらね、やはりこの辺のね、三沢付近のね、出身だったらしいんですが、観光のことを聞いたらね、何一つないそうですと。はい、じゃあこのままね、道の駅を寄った後に、六ヶ所村とか、その辺りまでね、一気に進んでいきたいと思います。ちかちゃん、ありがとうね。三沢っていうのはね、昭和6年10月4日ミスビートル号っていうね、この飛行機がね、41時間余りでね、アメリカのね、上田基地に到着したね、人類初めての太平洋無着陸横断飛行に成功した、その年がね、三沢だそうですよと。ホースパークっていうのがあるんだね。ほら実際にね、乗馬やってる方もいますね。乗ってみようかな。
乗馬とかねトレッキングがあるみたいですがね、予約制みたいです。はい、近くだったんでね、来てみました。太平洋横断無着陸飛行記念碑がこっちね。太平洋無着陸横断飛行記念の地とバイに探し、はい、昭和6年のことだそうです。こんな飛行機で、無着陸、太平洋横断を成功したんだね、昭和6年、こんなのがあるからね、ちょっと登ってね太平洋眺めてみよっか。はい、上がってきました。さっきの飛行機まず見よっか。こんな飛行機でね、ここからねアメリカの方に向けてね飛んでったんだね。はい、あ、ちょっと風が強いからね、聞こえづらいと思いますが、太平洋、はい、地平線はね、霧でねぼやけて見えませんがね、この太平洋ってね、ヒラメのね、ヒラメ釣りのねメッカだそうですよ。あ、そうやりたいけど今ちょっと波が強いからねやめときます。はい、ずーっとね海岸線沿いにね、続いているね松林がねずーっとあの下北半島まで続いてんのかな。海沿いにね走る道はね、ありません。ですので、ね、しばらくゆっくりしてるんですがね、こんな広いね、海沿いのね砂浜にも関わらずね風もあったりね無数の鳥がいるんですね。水がね冷たくて気持ちいいよ。このね川の流れ込みのねこの辺りなんか絶対釣れそうなんだけどね。はい、こんなに奥様がね出てきましたよ。真っ青な空でね、でね、やろうかなと思ったんですがね、結構ね向かい風の強風なんでね今日はやめておきます。投げてもそんな飛ばないんでね、 あの鳥たちが気になるけどね、今日はここを後にしたいと思います。綺麗な青空、とりあえずね六ヶ所村の方に、めがけて走っております。国道338号線はね、まるでね高速道路みたいにね信号もなくね一直線の道でねとっても走りやすいですよ。スピード違反に注意しよう。はい、今はね六ヶ所村のね市内をね抜けてきたところですがね、お店もないしねガソリンスタンドが3軒あるぐらいでね、もちろん飯を食うところもないですしね、もうすぐお昼だっていうのにねただ移動してるだけになってます。お金を落としたくてもね落とせない感じかな。やれまあ、多分ねこの辺りがね、六ヶ所村のねリサイクル、核燃料のリサイクルセンターになってるんじゃねえのかな。ようわからんけど、とにかくねこのまっすぐな道がねずーっと続きます。はい、何もないただ一直線の道にね突如と現れたね六瞬間っていうね六ヶ所村のねインフォメーションセンターがねあるところに今から行ってみよう。あ、六瞬間、はい、こんな感じと、はい、六ヶ所海鮮ちゃんぽんと、はい、ここね六ヶ所村っていうのかな、六ヶ所町っていうのかな、うん、主だったね観光がないんでね、六ヶ所原燃 PR センターっていうところをねちょっとね原発燃料についてねちょっと勉強していこうかなと思ってます。3階のね展望ホールからねご覧くださいということで、入館はね無料。
こんなような感じでね、ここからね全部展望できますね。はい、地図で言うとね、あそこの建物たちがね、再処理工場、でね、こっち方面にこの、陸奥、小川原、国家石油備蓄の基地があるということですね。やっぱりそうだね、6カ所使ってるのはね、ウラン濃縮工場とかね、放射性廃棄物埋設センター、ね、再処理工場、これがね、この辺に全部集中しているんだね。はい、このね、PR センターはね、すごく分かりやすい解説でね、すごく勉強になりました。こういう原発関係はね、どうしてもね、国民にね、理解してもらうっていう必要性があるんでね、すごく分かりやすくね、しかも安全だっていうことをね、再認識させるようなね、内容でね、とっても良かったです。またね、こういったのがありましたらね、ぜひ訪れたいと思います。はい、六ヶ所村のね、村内にあるね、ちょっとスーパーかどこかでね、晩酌用のお酒、あとはつまみかな、そのあたりね、買ってきますんでね。はい、今日はね、これだけ買っていく。この辺はね、右側にね、結構高いね、鉄格子がずっと引き詰められててね、何かなと思ったらね、東北電力のね、原子力発電所だったようですね。さっきからね、ずっと同じ景色なの。もう30分以上この景色。あー、やっぱりね、青森の下北半島は遠いね。一応ね、尻屋崎っていうね、灯台を目指してるんで、あと何キロだろう、あと35キロぐらい、結構長い単調な道のりです。はい、鈴ヶ森のね、ヒバの舞もつりっていうのをね、来てみました。太平洋岸沿岸には約15キロにわたり鈴ヶ森大砂丘が続いていて、12世紀頃に埋まったものとされています。数千年前から断続的に海から砂が打ち上げられ、立ち枯れた火場は飛んできた砂に埋まってしまってるっていう火場を見れるんだね。400メートルぐらいだから、ちょっと歩いてみようか。ちょっと歩いてみるね。そのね、火場の埋没に見に行くんですがね、3時なのにね、この真っ暗な、このなんだこれは、ブナかな、ブナだ、ブナ林をね、ずっと通り抜けていくような感じですね。真っ暗ですよ。今度はね、松林になってきた。こういうね、寄り道をしてるからね、いつもね、予定通りの時間には着かないと。まあいいか、これも俺の性格。はい、やっと着きましたね。800年から1000年前に火場が直立したまま埋もれたという感じで、あー、これね、これがね、学術上ね、すごく貴重なんですって。これもほら、これもそう、あっちもそう、これもそうだね。はい、なんかね、ところどころにね、漆の木があるからね、なるだけ気をつけて歩いてるんだけど、これもそうだね、ほらね、これもそうだね。ああ、いっぱいあるね。これもそう、ほら、これもそう。なんでね、この小川がね、赤いのかね、鉄分が多く含まれてるのかな。ほら、これなんかもそうだしね、これも立ち枯れた火場、800年、1000年前の面影だそうですよ。まあ、こんなの撮ってもあまり響かないんで、なんか虫も結構いるからね。やっぱ帰ります。さっきからずっと同じ景色が変わらないっていうかね、もう運転
転がもう疲れた。景色見ながらだとね、その疲れもね、幾分ね半減するんですがね、ずーっとこの道だもん。あと尻屋崎まで15キロ、もうそんなもんかな。うん、とりあえずそこ目指していく。つまんない。尻屋崎のね手前にね、こういった採石工場があるんだね。すごい異常な異様な景色だねこれはね。シリア崎のね、ビジターセンターってところ来ましたがね、多分やってないなこれは。あ、やってる。やっと土足厳禁。今ねここにいるから、このゲートが4時45分で閉まっちゃうらしいから、こんなような感じで一周できるみたいなんでね、それでちょっと行ってみたいと思います。神立ち目っていうね、足の太い馬がね、放牧されてるみたいですよ。はい、じゃあね、とりあえず、第一ゲートをくぐってね、シリア崎のね、先端に行ってみたいと思います。自動で開け、ごま。じゃあちょっと行ってくるね。神立ち目っていうね、品種がいるらしいね、馬のね。いやすね、一時はね、7頭までね、頭数がね減ったらしいんですが、今はね26頭ぐらいまでね増えているんですよ。こういった草原にね、神立ち馬っていうのがね放牧されてるみたいでね、至る所にね注意看板がありますね。近寄りすぎないようにって。結構凶暴な馬みたいですね。はーい、見えてきたよ。場所の確認ですね。ここが十和田湖で、今日の朝はねここのね、小川原湖だったかな。こっから出発してね、あのこの単調な、道をずっと来て、今ここの十和崎尻屋崎っていうところにいます。明日はこっち行って、ここのね、なんだっけな、大間崎、ここは多分本州最北端だと思うからね、明日はここ目指したいと思います。今はここ尻屋崎、北海道は左前に見えるんだね。ね、はい、じゃあ今から行ってくる。はい、尻屋崎通りたい。八戸の感覚なんだね。はい、これが尻屋崎海岸灯台だ。ベベベベベベ。尻屋崎灯台は行かれないと。ここで撮るしかないんだね。はい、じゃあ北海道見えるか見てみよう。はい、結構ね風が強いよ。はい、尻屋崎灯台の左前だからこっち方面だね。はい、霧で何も見えず、明日の大間に期待だ。ということで尻屋崎灯台やりやした。はい、時間がないんでね、車に乗りながらね撮ってます。太平洋だよ。とってもね、素敵な光景ですよ。ほら、とってもいいところですね。天気が良ければもっと良かったけどね。ほら、潮風でね、全部ね、松がね、枯れちゃってます。すごい過酷な環境なんだね。で、神立ち目っていう馬もね、その環境に耐えるような強い馬なんでしょうね。はい、荒々しい太平洋もいいもんです。はい、これがね、第2ゲートですね。3時45分の間ですよ。あ、じゃあダメじゃん、これ。あらららということで、3時45分までに出なければいけないんで、向こうの第一ゲートに戻りたいと思います。尻屋崎灯台のね、神立ち目がたくさんのところがあった。
と誰かさんそっくり、まあね、絶滅危惧種なんだそうですがね、20何頭まで増えたということでね、はい、本当はね、ここでゆっくりしてたいんですがね、4時半にゲートが閉まっちゃうということで、さっさと帰った方がいいね。のんびりしてられません。帰り立ち目。はい、さようなら。と。はい、ここね、尻屋崎付近はね、道の駅っぽいのがないんでね、このゆとりの駐車場っていうところがあって、トイレ設備と水があると。うん。ここをね、今日のね、宿泊地にしたいと思います。はい、もしかするとね、朝日は見えない、夕日がこっちだからこっちは何も見えない、そんなような環境でね、今日ここを寝床にしたいと思います。